はい、ということで、凌介です。今どこにいるかというと、トルコのね、カフラマンマラシュという場所に来ております。ここがどこかというと、前回の動画も上げさせてもらったんやけど、後ろの光景とかも見て分かる通り、ものすごく街が壊滅状態にあると。これは何かというと、1ヶ月前、2月の6日に起きたトルコの大地震ということで、その大地震の震源地に近いこの都市だった、場所に来て、いろいろとね、今の現地のリアルを紹介させてもらってます。前回の動画見てもらえればなんとなくわかるかなと思うんやけど、今回はね、そんな被災の状況に加えて、トルコとかね、シリアとかに関する支援の違いが明確に出ていて、何がどう起こってるのか、そしてシリアとトルコのすごく繊細なね問題があったりするんやけど、まあ、その問題についていろいろと調べてみたので、難民キャンプとかもあるみたいなので、まあ、そういうところにもね、立ち寄れたら立ち寄ってみて、リアルをいろいろと調べてみたいなと思ったので、ぜひぜひ今回の動画を見てね、トルコの被災の支援の方法とかもまた動画の最後とかにお伝えするので、ぜひ見てもらえれば嬉しいです。それじゃあ今日の動画も行きましょう。この辺もとんでもない状況になってるね。ほら、ハロー、Where's your house? House. Your house. No. House. Yes. Ah, again? Hello. 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 クロース。ああ。アワンガバイ。ウリー。ヘロー。みんなこんなね、瓦礫の近くで生活してる。それでも元気。カメラを貸してあげた。喜んで。ハロー。ハロー。そう、店が開いてなくて、今ねこのマーケットのなんかね店員を待ちないけど。みんながね、マーケットの人が来たっつってむちゃくちゃテンション上がってる。後ろのこのおっちゃんかな。マーケット何が欲しいのかわからないけど、お菓子を買ってあげようかな。
よかった、みんな喜んでくれてるみたい。おお、すごい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 。おー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 、カムダウン。すごいカオスみたいになってるから、一人いくつか、数を決めて取ってます。アビ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 はい、ということでありがとうございました。カオスになりましたが、いろいろやってくれました。 Thank you。ということで、まあ多少ではあるけど、もうすごいカオスになったけど、1万円分ぐらいかな、お菓子を買ってあげることができました。ちょっとやっぱりね、カオスになるんで、平等不平等問題が出るんでね、本当はこうちゃんとこう列になって一人何個でっていうのを決めてやんなきゃいけないんやけど、ちょっとそれ今回ちょっとできなくて、ちょっと英語も伝わらなくてね、俺が通訳つけてないのが悪いんやけど、ちょっと喧嘩になったりしたんでね、ちょっと反省やなっていうのがあるんやけど、まあ普段ね食べれないみたいなんで、それは喜んでくれてよかったかなと思います。はい、で後ろもねこんな感じで、この辺一帯は本当にむちゃくちゃあの被害状況が大きい感じはするよね。この辺の状況本当にすごいな。うわあ、完全にここはもう建物がすべて倒壊してる感じやね、この辺は。ほら、いやー、えぐいねこれ。こっちとかも大変なことになってんね。なんかこの場所メキメキ近づくと音がいってて、もしかしたら瓦礫がボーンってなる可能性もあるぐらい、ちょっとねまだこの余震とかこの崩れ落ちかけてる感が半端じゃないんで、この後ろとかもね、ほらとんでもないね。前回のね動画でも紹介した通り、このトルコと、シリアの被害状況っていうのは、この2つの国で今死者が5万2000人ぐらい出てて、トルコではね約4万6000人ぐらいで、シリアで6000人みたいな感じらしいんやけど、この数値もね、実はちょっと誤ってるって言われてて、なぜかっていうと、トルコとシリアでね完全にこの支援の差が出てしまってるって言われてるんよね。すごいことなってる、こことかも。でこのね支援の差にはね結構複雑な政治状況があって、ポイントは3つあるらしくて、1つはね、クルド人の問題ってことで、クルド人っていうのは、こう国を持たない民族として世界最大の民族みたいな。でトルコとシリアとイラクとイランに分かれてて、4500万人ぐらいいるんかな。うわー、ちょっと待ってね、ごめんね、この後ろもすごい。
そのクルド人の問題が一つと、でもう一つ目が、トルコの内政の問題。特にねこの震源地やったトルコ南部にねクルド人がむちゃくちゃ住んでるんで、このクルド人が独立しないように目を光らしておかないといけないと。で3つ目が、シリアの内政ということで、シリアはねまだ内戦をしている状態で、どういうことかというと、アラブの春といって2011年にねチュニジアとかエジプトとかリビアとかイエメンっていうのはいわゆる社会主義独裁政権を倒したんやけど、このシリアは独裁政権が倒れんかったよね。でそれはなぜかというと、ロシアとかの後ろ盾があったっていうのと、実はねアメリカが実は最初シリアの問題に対抗してたんやけど、オバマ大統領の時にねアメリカは世界の警察官ではないということでシリアから手を引いて、でそこからあの独裁政権倒れなくなっちゃって、今のアサド政権っていうのが残ったと。でその強力なアサド政権が残ったんやけど、もちろんこの独裁政権に対して反対する声も多くて、このアサド政権を倒そうという反政府体制というかね、そういうレジスタンスみたいなのができたんやけど、その2つの内戦が起きていて、で実は今回この地震があったトルコの南部それからシリアの北部っていうのはどっちかというと反政府政権ということなので、国の中枢にいる政府とは別というか反対の組織なのね。そうすると支援も行き届かなくなりやすいと。できればね政権からしたらそっちの反対勢力は潰れてほしいということで、集まってた義援金とかも政府側に集めたりとか、あとはさっき言ったクルド人、それからトルコ、シリア全部言語が違うと、まあ、そういう感じになってしまってるので、結構ねあの支援体制が整わず、物は揃ってもなかなか送れなかったりとか、送っても正確に届かなかったりとかで、特にシリアの方に関しては、現状満足した支援が行き届こうってないということで、発表されてる数とかも、まあ、絶対にあの正確ではないと言われ続けてるよね。でそのアサド政権がうわーと思うのは、なんとねこの震災があった直後、国民、まあ、反政府政権とはいえ国民が苦しんでる中、今がチャンスということで反政府組織に対して爆撃を行ったらしいよね。この状態でよ。なので、まあね、彼らからしたら生きるか死ぬかという世界の中で生きてるとはいえ、まあなんつうのも人道的ではないやん一切。そういう状況でも、独裁政権として必ずこのシリアを取るんだというので、苦しんでる中でも爆撃を行ったという背景もあるんよね。でこっちの後ろでもね、もうめちゃくちゃそこら中で瓦礫がとんでもないことになってる。じゃあちょっと別の場所にちょっと移動してね、まあ、難民キャンプというか、被災された方のキャンプが集まってる場所があるので、そっちにも行ってみたいなと。ここも建物が完全に崩壊してる。この辺一帯はすごいことになってるな。またこれマンホールとかも完全にむき出しになってるところとか、ここら辺一帯は建物あったんやろうけど、ほぼほぼ壊滅してるような感じやね。ここにもね大量のいろんな服とかいろんなものが落ちてて、あのいろんなねこういう穴が開いてるんやけど、この中に入ってねいろんな探し物をしてるような、家族の人たちとかいるよね。こんだけ瓦礫がねこういう風に崩れてて、今ね Google マップの航空写真とかでこの街カフラマンマラシュとか調べると分かるんやけど、もう結構リアルタイムで反映されてて、もうあの航空写真で見たらむちゃくちゃあの瓦礫の山みたいな感じのがねもうすぐ見えるよね。でこっち、ここのスタジアムね、
もともとは普通のあのスタジアム、サッカーとか陸上とか使われてたスタジアムらしいんやけど、ここは今ね完全に避難生活を送る人たちのためのテント街になってるそうです。写真見たら分かるんやけど、こんな感じ。もうあのグラウンドの中がもう全部テントになってて、この中で生活してる。ちょっと中覗けないんやけど、まあ、肉眼でね上から見えるとき分かるんやけど、完全にねもうこのスタジアムが避難場所として、使われてると。こういうねショップの残りがあるんやけど、冒頭で見せてくれたお兄ちゃんの店と一緒なんやけど、こういうね店は震災強盗みたいなのに襲われて、もうほぼ中身がなくなってる、まあ、もしくはねもちろんオーナーが取り出したっていうのもあるんやけど、かなりねそういう強奪の被害に遭ったこういうショップ、それからパソコン系家電系、あとはね住宅の中にすら震災のね復興作業してる間に盗まれたとか、そういう人らがいるらしいよね。これもまたね微妙なシリアの問題とかも絡んでくるんで、それはまた次の動画で紹介したいんだけど、そういうことがあるんよね。もちろん何もないよね中は。さっきも言った通りまだ余震とかも一応続いてる時はあって、特にね本当の大震災が起きた2月の初旬以降、最初はねめちゃくちゃ余震が続いたよね。それでねあの救助隊として来てた各国の人たちもそうやし、人命をこう救助中に余震が来てまた瓦礫の中に埋まってしまったみたいな人たちもいて、むちゃくちゃ悲しい現状とかもあるよね。で、こう大体ねこういう震災の時って後ろの建物もねすごい状態になっちゃうけど、こっちの建物もねやばいんやけど、大体震災の時って、東日本大震災もそうやったらしいんやけど、ワンちゃんを使ってねこう救助犬みたいのがいて、救助犬がこう、人間が入れない穴とかをバーって通って、人がいるところで、探してくれるみたいな感じらしいんやけど、そのね救助犬のワンちゃんも、こう探してる間にガンと瓦礫でね、埋まってしまって、被害に遭ったというようなこともあるみたいで、本当に胸が痛くなるよな。でちなみにさっき話した治安が悪くなったっていう話、別の地区の方とかでも治安が悪くなってて、で救助隊に来てたね、オーストリアとかドイツ軍とかなんかいろんなところも治安が悪くなりすぎて一回作業を停止してね撤退するみたいなこともあったぐらい治安が一回悪化してしまったというのが、すごい国としてもね大変な状況になってたんやなと。この辺一帯も全部ねその自宅をなくした、方の仮設住宅であったりとか、中にはねちょっとシリア関係の難民ということで、そもそも最初からね難民として逃れてきた人みたいな人の、テントだったりすることもあるらしい。